フランスの医師先制術師術当時有名になっていた同業者のノストラダムスを批判した人物として知られている。ローラン・ビデルは1558年にプロヴァンス州サロンド・クローのミシェル・ノストラダムスの語尾、無知、先導の告発を出版している。また、1559年と1560年に先生術師、 クロード・ファブリと共同で歴史書を出版したことも、ローヌ県立古文書館に現存する特任記録から明らかになっている。しかし、これ以外の伝記的事実は全く不明である。同時代の書史学者ら、クロワ・デュメーヌの書史でも、ビデルはノストラダムスを批判する書を出した人物としか触れられていない。19世紀の未章の人名辞典では、ルイ・ビデルの項目に、 ノストラダムスに反対する最初の首相を表したとあり、ローラン・ビデルとルイ・ビデルが同一人物であることが示されている。ルイ・ビデルはブリアンソンの医師の子で、フランス大元帥、フランソワ・ド・ボンヌ・ド・レディ・ギエールの秘書を務めた人物である。この見方を19世紀のウジェーヌ・バレストが不正確に伝え、エドガール・ルロアも踏襲していたが、 ルイ・ビデルの少年は1598年のため、計算が合わない。アドルフ・ロシャの、ドーフィネー人物源ではすでに、ローラン・ビデルとルイ・ビデルを混同すべきでないことが、示されており、オリビエ・ミレも別人であるとしている。サロン・ド・クローのミシェル・ノストラダムスの語病、無知。先導の告発、ローラン・ビデルは、サロン・ド・クローのミシェル・ノストラダムスの語病、無知。 先導の告発を出版して、ノストラダムスを強く批判した。この本は1558年に、アビニョンの出版業者ピエールルとージャントランブレが共同で出版した。奥付けに記載はないが、同年8月19日には、印刷が完了していたとされる。原稿そのものの奥付けには1557年11月20日に、脱稿した旨が書かれている。 ピエール・ブランダムールによれば、6000部発行されたという。タイトルは、前年に、リオンの薬商人、ピエール・ブライエが出版した、医師たちの語尾、無知の告発を真似たものと考えられている。この本はリセット、ベナンチョという人物の批判を目的としたもので、ノストラダムスとは、関係がなかったようである。ビデルは、 ノストラダムスの先制術師としての能力を批判し、いくつもの誠意の計算間違いを指摘している。また、彼の著書には批判のために、ノストラダムスの歴史書などからいくつもの不死が抜粋されているが、結果として現存しない歴史書の一文が伝存することにつながった。今では、ノストラダムスの秘書、シャビニーが転記していた趣向によって、歴史書に含まれていた。 予言の多くを伺い知ることができるが、ビデルの一文には、そこに含まれていないものもある。ローラン・ギロ、プリビレッジズ・ディ・アルマナックスクヨネ、カジェズ、ミヒエル・ノストラダムス、ボリューム3、ピアニッシモ、42から45ハット・ルイス、ガブリエル・メショー、ビオグラフィ・ニバーサル・アンシエヌイ・イモダン、パリ・ハット・エドガー・リロイ、ノストラダムス、セオリジング・サビ、サン・ウーブル、ジャンヌ・ラフィット、 p172 アドルフロシャス、ビオグラフィジュドーフェン、1860 p473 オリビエミレー、フ。クアゼシュール、ノストラダムス au, ズビーシエクル、リベネーションイコントロバースレレシズ e エヌフランス au, ズビーシエクル、ペンズハットピー、パンジール、イストワールジュリーブルイデール、インプレモリーアビニオンジュザイブ au, ズビーシエクル、トームー。 1922ブリンド・アムールリロイノストラダムス・アストロファイルクリンクシエック p ー・ナリロイ p 百173 x ベルナール・チェビン・ヤードプレセージズ・デ・ノストラダムスソイ p 百198 n 一ありがとうございます